流路川口部に位置する新潟港と新潟市街信濃川は新潟県及び長野県を流れる一級河川で信濃川水系の本流である新潟市で日本海に注ぐこのうち信濃川と呼ばれているのは新潟県域で長野県に遡ると千曲川と故障が変わるこの項目では千曲川と呼称される上流部を合わせ記述する 全長3 6 7キロメートルのうち、品野川と呼ばれている部分が1 5 3キロメートルで、千曲川と呼ばれている部分は2 1 4キロメートルと、6 0トルほど千曲川の方が長い。ただし、河川法上は、千曲川を含めた、品野川水系の本流を品野川と規定しているため、品野川は日本で一番長い川となっている。 日本三大河川のうちの一つである。流域面積1万1900平方キロメートルは日本で第3位、新潟と長野の2県でほとんどを占めるが、信濃川水系の一時支線である中津川の源流部が群馬県ののぞり湖付近にあるため、信濃川水系の流域は群馬を含む3県に及ぶ。古くは大きな川として大川と呼ばれていたが、後に下流部では、 信濃国から流れてくる川として、信濃川と呼ばれるようになった。長野県千曲市の大正郷そばの千曲川河川名標識。長野県内の名称である千曲川の名前の由来については諸説がある。なお、千曲川の支流である西川は、長野県西部の千曲地方を流れているが、千曲は古くは塚間と呼ばれたため、直接の関係はないと見られる。千曲川は、 万葉集の頃から多くの詩歌に歌われ、近代になっても流域の作詞、小諸市周辺を島崎東村が長野市周辺から新潟県境付近の豊田村周辺を高野達幸が歌にしている。千曲川のことを東信では中馬、または千馬、北信では長馬、境村と新潟県津南町では千グと呼ぶことがある。 方言学者のマぜヨシオは、万葉集のあずま唄に、チグ朝能のうがぱくという表記があることから、シナのの言葉としては、チグマが、最も古く、ちぐまちゅうまマゅうと変化したと推定している。新潟県十日町市を流れるシナノ川。周辺には、菓子団球が形成されている。チくマ川は、埼玉県、山梨県、長野県の県境に位置する拳がだの、 長野県側斜面を源流とし、八ヶ岳、関東山地などを源流とする諸河川と合流しつつ、佐久盆地、上田盆地を北流する。長野盆地の川中島の北端に該当する場所で、日田山脈を源流とし、松本盆地から北流してきた西川と合流する。なお、合流地点には、落合橋が架橋されている。この橋は、T 字型の特殊な形態の橋である。 その後、川は北東に流れ、新潟県に入って信濃川と名前を変える。信濃川は、東0日、長盆地を通って、群馬、新潟県境の谷川学から流れてきた魚川と、合流、越後平野に出て、新潟市で日本海に注ぐ。河口は、阿賀野川の河口に近く、時代によっては、新潟の地で合流して、河口を共有していたこともあった。 源流域の川上村から、佐久市から、上田市にかけては、線曲り川構造線に沿うようにして北西に流下し、線曲市付近で、北東方向に約90度方向を変え、長野市からは、信濃川断層帯を北東に延長した、断層帯域の地質的に弱いところを侵食し、流下し、日本海へと向かう。川床勾配の変化を見ると、上流部の佐久地域で7.3パーミル。 上田地域で5.5パーミルである。しかし、長野市周辺では0.93パーミルとなるが、西大滝ダム付近を変化点としては再び川床勾配は急になり、長野新潟県境付近から下流の10日町付近までは3.5パーミルの勾配となる。こうした勾配の変化をもたらしている原因は、第4期高機関新余の流気活動と流気に伴い、 形成された断層によるものである。流域としては、中野市から飯山市付近の高級給料などが影響を与えて、断層としては、縦ヶ原付近には、長野盆地生円断層の一つである、長岡断層が川を横切っている。また西大滝ダム付近には、十地原断層、北竜湖断層があり、長野新潟県境付近には、津南断層がある。長野県小布施町にある、 洪水水位表。地面が水位約6.9メートルで、一番上が、漢方2年の氾濫水位10.7メートルを示す。千曲川流域の洪水で最も古いものは、文献などに任何4年が記録されている。歴史上、最大の洪水は1742年に起き、犬の満水と呼ばれている。そして徳川幕府治世の時代を通じて64回の、 水害が記録されていたとされる。口述の河川改修、治水工事により、同じ規模の増水では、堤防の決壊などは起こらなくなっていることが読み取れる。実が花観測点は、旧豊与野町と中野市の境にある国土、交通省による水位観測点で、線曲がり川川床の勾配が緩くなるとともに千メートルを超える川幅が210メートルにまで、凶作する部分。これより、 下流は、第4期後半から始まる地盤の流気のため川の流れは蛇行して流速が落ちる。縦ヶ原水管測点の計画降水位は10.75メートル、氾濫危険水位は9.2メートル。縄文時代、新潟市を中心とした越後平野の一部は、日本海であった。その後、徐々に、品濃川や阿賀野川が運搬してきた土砂と、津島海流が運んできた土砂が、 越後砂丘を形成して堆積。現在の越後平野を形成したが低湿地で方々に、方が存在し、水はけの悪い地域であった。また、洪水によって幾度も、流路を変えた。1597年、越後春日山城守上杉継承の失勢で、名称と歌われた、直江兼かは、園、山上付近の洪水調節を図るため、中野口川を改作。 これが近世信濃川地水市の端所となる。上杉市天保後の江戸時代、柴田藩主となった溝の口氏は中之口付近も漁していたために、代々の藩主は河川改修を実施していた。長岡藩第九代藩主の牧野忠清は信濃川の河川改修に特に力を入れた。新川改作の大事業を行って、 カンバラ平野に存在していた三つの型の悪水を日本海に排水し、カンバラ平野の神殿開発を成功させた。信濃国、千曲川でも江戸時代を通じて64回の洪水を記録し、西川との同時洪水ですら11回を記録するという。この間に、福島正則や松代藩主、松平忠てるの家老花石親子や松代藩へ、 国替えとなった真田氏歴代が、築堤や、掘り割り、稼働の付け替えなどをたびたび行った。だが、度重なる治水事業を行っているにもかかわらず、信濃川は、氾濫を繰り返して、犠牲者の頭を悩ませた。こうした中で浮上してきたのが、大川津分水路計画である。大川津分水。流路は、人口の幾何学的曲線を描く。 1930年頃に発行された新潟市の地図。大川津分水によって流量が減った川口部では、川幅縮小工事が行われ、万代橋を短縮して、掛け替えたり、中洲の茂津島まで上岸を埋め立てたりしている。明治に入り工事が始まった大川津分水は、信濃川の流量を減らすべく、江戸時代より計画されていたもので、信濃川を越後平野中央部で分流し、 日本海へ流すものである。1909年に本格的な工事が始まり、1922年通水に成功し、2年後の1924年に完成した。これにより、品野川下流部の川幅が大幅に狭まるなどの影響があった。1918年から1941年には、千曲川第一期補修事業が内務省の手によって進められたが、 洪水は容赦なく発生し根本的な解決には至らなかった。新潟市の川口部は日本海邪神場から阿賀野川、品濃川、石谷分水。1948年からは千曲川大日記補修事業が建設省の手によって着手され現在も進行中である。しかし数年に一度は洪水による被害を流域は受けており根本的な治水対策として ダムによる洪水調節が図られた。品濃川水系においては建設省直轄事業よりも先に新潟県、長野県による県営ダム事業が推進され、裾花ダム、笠堀ダムなどが建設された。建設省は1960年に関谷分水路の建設を計画したが、1964年の新潟地震によって、 新潟市内が広範囲にわたり浸水したことから、鳥屋の方の排水計画に着手した。この後、黒川放水路が1969年に完成。関谷分水路は1972年に通水し、神原大関、中野口川水門も建設が開始された。だが1969年8月の集中豪雨は流域に大きな被害をもたらし、 対策として建設省は1974年、品野川水系工事実施基本計画を改定。この中で多目的ダムの建設を計画し、大町ダムが1986年に、三国川ダムが1993年に完成した。県営でも、大谷ダムや、ハ間川ダムが新潟県に、奈良井ダムや、奥津蕎麦ダムが長野県に完成した。また、 人口が急増している長岡市に上水道を供給するため、病研石が1990年に完成している。治水整備は進められている一方、その後も水害は繰り返し起こり、2004年には平成16年7月に新潟、福島豪雨が参上し、見つけ主島に被害をもたらした。このように古来より洪水と治水は、いたちごっこの状況で、 信濃川の治水の難しさを物語っている。2010年代に入ってもダムの建設は進められ、広上ダム、さらし川ダムなどが挙げられる。前述の例は元年東日本台風による被害を受けて、2020年代にかけて信濃川水系緊急治水対策プロジェクトが進められている。新潟県小千谷市付近を蛇行する信濃川。 この打口部近くに JR 東日本の水力発電所があり、写真中央に調整地が見える。槍ヶ岳を水源に持つ支流高瀬川の高瀬ダム湖、七層ダム湖一方、品野川は水量が豊富でかつ上流部は関東山地、飛騨山無薬、木曽山無薬であることから急流であり、水力発電には絶好の敵地であった。大正時代には、 高瀬川の高瀬川発電所が建設されていたが、昭和初期に入ると各地で水路式発電所が建設された。特に、旧、鉄道省は品野川に大規模水力発電所を建設。品野川本川に、九中取水ダムを1938年に建設。新山本、浅川原調整地や千住、小路や、新小路や発電所を建設し首都圏の鉄道運転の たための電力を供給した第二次世界大戦後、大規模な揚水発電所が各所に建設された。特に、あずさ川のあずみ、水戸の発電所や高瀬川の新高瀬川発電所、南相木川の神奈川発電所、清津川の奥清津、奥、清津第二発電所は、日本有数の規模を誇り、首都圏に電力を供給する上での重要性は、大きい。 このように品野川は治水、利水のための施設が多く存在する。だが、1990年代以降、公共事業見直しの機運が全国的に高まり、利根川、淀川等全国の主要河川においてダムをはじめとする河川施設の建設中止が相次いだ。品野川水系も例外ではなく2002年に品野川水系では、 最大規模の早朝水容量を要する予定であった清津川ダムが2003年には戦前から連綿と続き戦後、ただみ特定地域総合開発計画でも取り上げられたただみ川水力発電新潟分水案に基づく湯の谷用水発電計画、その根幹である佐ナシュガーダムが上池と共に中止となり、長年にわたる新潟分水案はここについえた。 県営ダムでも山陽川ダムが建設中止となっている。また、国土交通省北陸地方整備局は1981年の品野川洪水を機に1954年より構想のあった千曲川上流ダム計画を南作郡南北村に計画した。これは洪水調節、上水道等を目的とした多目的ダムとして品野川本川上流に 津津高約八十点零メートル、総貯水容量が約七千万トンという本格的なダムを建設しようとしたものである。千曲り川上流ダムが完成すると、南木村を中心に二百五十個が水没するほか、JR 小海線が水没する。九百八十四年に実施計画調査のための予算がついたが、住民の強硬な反対にあい、その後地元南木村をはじめ、 南作郡五町村が建設推進を撤回して反対に回り計画が凍結した。その後公共事業見直しの機運の中で計画は再検討され、2002年に千曲川上流ダム計画は国土交通省によって白紙撤回となった。こうして日本最長の河川に建設される予定であった。 唯一の多目的ダムは中止されたが、ダムに代わる治水大対案は確定されていない。2004年に入ると、長野県知事、田中康夫の脱ダム宣言によって、長野県内に計画中の品野川水系のダム計画がまとめて中止となった。浅川ダム、角間ダム、黒沢ダム、清川ダムが対象となり、有無を言わさぬ形での中止であった。この宣言には、 先進的な思想、環境保護を重視した、両策、公共事業と利権の癒着をえぐり出す、第一歩と称賛する声が多い。その一方で、治水対案が根拠薄弱、住民の安全を無視した愚策との批判もある。大対案である、稼働内遊水地が結局は名前を変えたダムであるとの、指摘もあり、浅川ダムのように、下流住民の合意を得ずに中止した面もあるため、 洪水の多発する品濃川で今後洪水が起こった時に知事がどのような対応を取るのか注目されていたが2006年7月の平成18年7月豪雨で天竜川流域が豪雨による被災を受けた脱ダム宣言が直接災害に関係していたわけではないにしろ治水対策の不備を含め田中県政に対する様々な不満が表面化 県知事選挙に敗北し、田中は野に下った。田中に代わり村井人氏が知事に就任した。脱ダム宣言については当初は批判的発言を繰り返していたものの就任後は、請求なダム建設会期には慎重な姿勢を示したが、2007年2月、稼働な有水池を是とする判断が出された。松本盆地の西川とその支流解説なし画像は、こちら。 長野盆地地熊川、西川合流部付近解説なしが像はこちら支流、魚の川上流域と越後三山、信濃川の離水に関しては、本流と支流で異なった特徴を持つ。信濃川本川には高さ50メートルを超えるダム、多目的ダムは存在しないが、その分、放水路が多い。一つの河川に放水路が2カ所も建設されているのは、信濃川だけである。 それだけ治水に苦労していることを伺い知ることができる。また、ト根ネ川や木曽川、淀川ほど水資源確保のための系統的、利水施設が多く存在しないのも特徴で、主眼はあくまでも、治水と考えに置かれている。逆に支流には大小数多くの治水、地産、利水ダムが建設されている。一方、水力発電施設においては、全国屈指の発電量、 発電施設を誇る。溶水発電所だけでも、あずさ川、相木川、高瀬川、黒又川、清津川の5カ所に建設された実績があり、これも全国屈指の数である。また、新潟県内では、JR 東日本が首都圏の鉄道網を支える、電力供給を品野川から得ている。その歴史の中で、JR 東日本品野川発電所の不正取水問題も起きた。 コーランは建設中もしくは計画中のダム。国土交通省河川事務所の観測点は、下流側より、川口より木西地区川、側、品野川は共に、江戸時代から明治時代にかけて、川船による通船が前盛を迎え、流域の物流を担った。ただし、その後の流域の物流の主役は、陸上交通が担っていった。信濃川の川口部には、古代から頑張らず、 沼水津、新潟津などの港が栄え、特に新潟は江戸時代に大きく発展し日米、修好通商条約によって他国に解放する港の一つとされた。新潟港は現在においても国際貿易港として機能しており、ロシア、韓国などとの国際便が修航している。千曲川は内陸県である長野県を流れる川であり、 ちくま川などで漁獲される淡水魚は重要なタンパク質源の一つとして利用されてきた。例えば、春に産卵のためにちくま川を遡上するウグイも漁獲されてきた魚種の一つである。ウグイの特徴的な漁法としては、つけば漁が知られ、これは川の流れの中に人工的に整備した産卵床を整え、そこに集まってくるウグイを捕獲する手法である。また、 地球川は、佐久市付近で谷から、そこより、上流側と比べて、幅の広い谷に流れ出るわけだが、ここの伏流水を取水して、水田や池などでの鯉の養殖漁業を19世紀初頭から行っている。なお、漁業者により捕獲が行われてきた、その他の主な漁種として、鮎、船、追い川、口細、ナマズ、土壌などが挙げられる。ただし、 及川は1929年に始まったアユの地魚放流に伴い琵琶湖から人為的に移入された外来種である。この他にアユ、イワナ、ウナギ、コイ、サケ、ニジマス、ヤマメ、カジカが主に人為的に放流されている魚種である。これに加えて、かつて、チク川では行政の主導で国連、白連、創業、カムルチーの放流も行われていた。 さらに、品野川、千曲川で人為的に放流された結果、生息が確認されている外来種の魚類として、カムルチー、オオクチバス、コクチバス、ブルーギル、カワマス、ブラウントラウト、カダヤシ、テラピア、大陸バラタナゴが挙げれられる。人の影響はこれだけにとどまらず、かつて流域で漁獲量は1万8000から4万尾の漁獲量を誇った酒、マスは、 西大滝ダムや旧中取水ダムの完成により、ほとんど品の川を遡上しなくなり、1940年を境に漁業としては成立しなくなった。酒に関して、長野県ではカムバックサーモンキャンペーンを1980年から展開し、21年間で1億6000万円かけて899万匹を放流したものの、 西尾滝ダム下流まで訴状が確認されたのは48匹に過ぎなかった。ありがとうございます。